ストーリーと関係ないんですよ。あれはなんかまあお祭り感覚なんで、死んだキャラとか、まあ俺の使ったオーガとか、あと死んだはずのジンパチジュンとか出てきたんで、まあその流れでちょっとまあユーモアのある感じで若くしたいみたいな感じだったんじゃないですかね、A8 は。硬いの技、そうっすね、めっちゃかっこいい。なんかミゲルっぽいから、ミゲルっぽいなモーションは。大味だし、でバウンドの中で横飛びになりました。スクリューっていう技、バウンドからスクリューにっていう呼び方になって、従来の切りもみ技、横に吹っ飛ぶ技、例えばなんだろうな、まあ、カズヤのロップ蹴り2発目とかが、まあ 今でいう前でいうバウンドかになったんで、まあ、それにみんな慣れていく感じですかね、今後。横移動ってスラッシュキックかわさないってマジ、いや、どうなんだろう、それやばいな、かわせはしますよ、わざわざするけど、まあ、横の性能が弱いから受けにくいのは確か。アストのガードが中断になりました。受け身重ねると厳しいです。タクツの前に流すはなく、そうですね、啓発のタクツの前に声優さんがちょっとお亡くなりになってしまって、その関係でまあまあ、若くして声を違和感あっても大丈夫なようにした説も聞きましたね。カタリーナ構え派生、なんか前進する構えなのかな、特殊動作みたいな、ちょっとスッて前に、あ、そう、これ今前にスッていったやつ、これがあるんですけど、そっからの派生は僕いまいち分かってないですね。のびさんどうなんだろう、オロチとかかな、オロチか飛竜、多分そのゆったり勇気の冒険の1、2個下ぐらいかな、そこら辺が今増えてきてるんで、またすぐ最高段に上がると思います。リミドレッドヘア、いや今全キャラ共通アイテムしかないですね。構えハセあるよ、バリア、へー、あ、ハリアーか、ハリアーと。今来たんですけど、解説してくれる方は、ゼイガルって言います。セブンからスティーブ使ってます。お願いします。